どうもみなさんこんにちは日本原子力の前川志郎です原子異爆禁止2023年世界大会の報告ボリューム9です今日は原子異爆禁止世界大会広島で集会8月6日の被爆者の声を世界にで発言をした矢野宮子さんの被爆体験を紹介したいと思います 当時、私は女学校2年生でした。現在の平和公園あたりの建物疎開作業に出る予定でしたが、腹痛で休んでいました。爆心地から4キロ南の木造家屋の中にいたとき、突然の閃光にびっくりして、家族は一斉に飛び出していきました。私は逃げげ遅れれててそこにに座ったたままでいたのでいの畳と一緒に吹き上げられて 落ちときた時に床が抜けて床下に立っていました急いで外に出て北の空を見ると赤とも木ともオレンジとも何とも例えようのない色の火球が上昇していくところでしたそのうち辺りが暗くなってきましたが何が起こったのか分かりません倒れた家もあり下敷きになった人もいました そのうちに町内の豆腐屋のおじさんがリヤカーでやってきて自分は今、三幸橋の東に向かって渡っていたところ爆風で橋の反対側に吹き飛ばされた街は大変なことが起こっていると言って帰られたのですが背中は熱線を浴びて着ているものは全部焼け背中はの皮も垂れ下がっていまししした。それからしばらばくして兵隊さんが来ました。 私の家は神社ですがそこに土足で上がってきてここを連絡所にすると言って帰りましたそれから何の音沙汰もなくそのうちに火けどされた方が逃げてこられて知人から声をかけられても誰が誰だかわからないような状態でした一夜明けてびっくりしたのは前の日に大やけどした人を連れてきてあげた 無傷だとと思っったた人が亡くなっていたことです夏の暑い日の中で放置するわけにいかないので隣の保育園とお宮で亡くなった人を園庭に大きな穴を掘って死体を焼きました誰かその日が消えないように晩をしなければいけないということで火の晩は私の主な役目になりました私は学校再開を聞いて 9月1日に登校しましたがその日来ていた2年生は私のほかに2人しかいませんでした2年生は3人しか残らなかったのかと思って「お国のために死ぬことが最も名誉なこと」という教育を受けて育っていたので生き残ったことがものすごく恥ずかしいことのように思い自分はどうしてあの日少々体の具合が悪くても作業に行って。 みんなななとと一緒に死かななかったたのだろうかと思いましたそこの学校の生徒に大きな犠牲が出たという話は聞いていましたがまさか全滅したとは思いませんでした10月30日に屋根の抜け落ちた体育館で慰霊祭を行いました参列された友人のお母さんから「真面目に言った子が死んでサボった者が生きているあなたの顔は見たくない」 と言われて、やっぱり私は生きていてはいけないのだという思いで、今日こそは川に飛び込もうと思って、長い間川に座っていましたが、どうしても飛び込むことができなくて、家に帰りました。すると家は真っ暗で誰もいません。母親は私が死ぬのではないかと思っていたらしく、私の顔を見て、よく生きていてくれたと言いました。 学校には行きたいのですがそういうことがあるとまたやっぱり死にたいということの繰り返しでした。ということでこの矢野美也子さん非常に14歳でですね、えー、生き残ってしまったことを多い目に感じて、えー、その後もですね、えー、なかなかあの人と触れ合うことができなくなってしまったと引きこもりがちになってしまったということも語られるんですけれども。 どうやって矢野さんが社会復帰をできたのかというきっかけについてもこの後お話をされていますやはり仲間の存在新日本婦人の会と出会って木の葉のように焼かれてという被爆証言集を一緒に出すというふうな営みの中で矢野さんは自分,自分自身の体験も語るようになっていきますそして5月に行われた G7 広島サミットへの怒りもですね、この被爆者の声を世界の中で語ってくれています。その証言の全文は記録集に掲載をしようと思っていますので、ぜひ原水爆禁止2023年世界大会の記録をお読みいただければと思います。これでボリューム9を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。